ライノの操作の基本は、コマンド入力してからエンターまたは右クリックです。例えば、長方形を描きたいときは、RECT RECT と入力してから右クリック。この右クリックはエンターキーを押しても同じことです。コマンド入力の話に戻りますと、例えば、いくつかのコマンドを連続して実行するときがあります。例えば、ブロックオブジェクトをすべて選択、セルブロックして、選択範囲を反転、in、in ですね。して、選択されたオブジェクトを隠す、hi、hide コマンドの hi という一連の動きを、したいときは、何も躊躇することなく、セルブロエンター、in、enter、high、enter と連続して入力できます。こういった連続コマンドは一連で覚えてしまう必要がありますが、一連で覚えると作業は早いです。何も入力していない状態で右クリックだけすると、最後に実行したコマンドをリピートしてくれます。これも時間短縮にすごく役立ちます。ライノではコマンドの対象となるオブジェクトを、コマンドを入力する前でも後でも選択できます。例えば、スプリットツール。分割したい面を選択してから、スプリットエンターすると、すぐに分割線を選択するモードになります。が、何もせずにスプリットエンターすると、分割する面を選択してくださいと聞かれて、面を選択すると、次に分割線を選ぶモードになります。どちらがいいのかの差はあまりないですが、強いて言うなら、前者の方がミスが出ます。何かを移動しようとした時に別のものまで選択されていて一緒に移動しちゃったなどという時です。その原因はコマンドを入力した時点で不要なオブジェクトも選択されている場合が多々あるからで、コマンドを入力してから落ち着いて対象となるオブジェクトを選択した方がミスが出にくくなります。